おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま神津駅に来ております。神津から出ている路線は2路線あり、 JR 東日本が管理する東海道線と JR 東海が管理する御殿場線です。東海道線は神津から小田原、熱海を経由し丹那トンネルを通過し沼津までに至ります。一方の御殿場線は箱根の外輪山の周りをぐるっと回り、御殿場を経由し沼津までに至る路線です。そう、ご存知の方も多いかと思いますが、御殿場線はかつては東海道本線でした。1889年に東海道本線として開業しました。しかしこのルートでは途中に急勾配が多く、現在は電車ですから急勾配でも問題なく登れてしまいますが、当時は SL です。今ほど急勾配はスラスラと登っていくことができませんでした。そのため途中の駅で補助となる機関車を連結したり解決したりしなくてはなりませんでした。この作業は日本の大動脈路線である東海道本線の輸送の障害となってしまったんですよね。そして1938年に丹那トンネルが開通し、東海道本線は比較的平坦な現在の熱海ルートに移され、旧東海道本線は地方路線の御殿場線となり現在に至ります。御殿場線は全線のほとんどが単線となっていますが、東海道本線時代は複線の区間も多くありました。複線時代の名残というのは今でも見ることができるので、後ほど見ていきたいと思います。ということで遅くなりましたが、本日はサムネイルとタイトル通りの駅のお話です。その駅は御殿場線にあるので、やってきた普通の山北行きに乗って行きましょう。列車は JR 東海の主力の313系です。さあ神津を発車です。本日の目的の駅までは光面展望を楽しみたいと思います。お待たせいたしました。次は下蘇我です。下蘇我では全てのドアから降りられます。運賃箱の付近にはお立ちにならないようご協力をお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方には席をお譲りください。神津を出るとすぐに東海道本線と分かれ、神奈川県の内陸方面へと線路は進んでいきます。で、御殿場線は全線がほとんど単線と先ほど言いましたが、線路を見ると複線のようになっていますよね。しかしこの右側の線路はこの先の御殿場線沿いに設置されている神津車両センターへの出入庫線ですので、一見複線に見えますが御殿場線は単線です。そして今走っている線路の右側にもう一本線路が引けそうな用地がありますよね。これが先ほど触れた御殿場線が東海道本線時代だった頃の複線の名残です。この先にも鉄橋の橋脚なども残っており、至る所で旧東海道本線の面影を感じることができます。そして松田に到着です。松田駅は小田急線との乗り換え駅なんですが、小田急線の駅は松田駅ではなく新松田駅です。しかも松田駅と新松田駅は歩いて30秒程度しか離れていません。乗り換え駅でかつ目の前にあるのに、なぜ松田と新松田と駅名が違うのでしょうか。それについてはこちらの動画で詳しく触れていますので、気になった方は概要欄からその動画を見てみてくださいね。そして本日の目的の駅に到着いたしました。やってきたのは山北駅でございます。この駅には旧東海道本線時代の名残というものがいくつか残っているんですよね。今回は先に本題について触れた後にその名残を見て動画を終えるという流れにしたいと思いますので、早速本題に入っていきましょう。さあ本題に入ります。山北駅は1889年の旧東海道本線の開業と同時に開業しました。動画の冒頭でも少し触れましたが、御殿場経由の旧東海道本線は25パーミルという鉄道にとってはとてつもなく急な区間が存在し、それが山北駅から始まっていました。
この急勾配では補助機関車による補助なしでは列車が通過することができず、その補助機関車のための機関区がこの山北駅に設置されたんですよね。この補助機関車の機関区があることと、さらに蒸気機関車への石炭や水の供給する拠点も設置されたことから、各駅停車の列車はもちろん急行列車でも必ず停車すべきとなるんですね。この東海道本線の開通と急勾配を通過するために重要な機関区である山北機関区の設置により、鉄道開通前には何もなかった山北周辺の集落は一気に鉄道の町となり、さらに停車列車の増加により地元の特産品や駅弁がよく売れ、活気にあふれる町となります。しかしそのにぎわいも1934年の丹那トンネル開通により消滅してしまいます。丹那トンネルの開通により東海道本線は平坦な熱海経由となり、山北を走る路線は東海道本線から地方路線の御殿場線へとなってしまいました。それにより山北駅に停車する旅客列車と貨物列車は大幅に減少し、機関区も縮小されてゆきます。そして1943年に戦争への資材転用のために御殿場線は単線化され、同時に山北機関区も廃止されてしまいました。現在は御殿場線の普通列車のみが停車します。かつては東京駅から山北駅までの東海道線の列車も運転されていましたが、2012年に廃止されてしまいました。さらに御殿場線を走る小田急線直通の特急富士山号は通過して行きます。この山北駅は山北機関区を備えた旧東海道本線の峠越えを支えた鉄道の町、東海道線の輸送の拠点といっても過言ではありませんでしたが、丹那トンネルの開通によりのどかな山間部の駅になってしまったということになります。と山北駅の歴史について触れたところで、かつての名残などを今から見ていきたいと思います。とその前にこの駅の時刻表をまずは見てみましょう。松田神津方面は30分から1時間に1本程度で運転されています。当駅始発の神津行きという列車も何本かあります。そして御殿場沼津方面も30分から1時間に1本程度の割合で運転されていますね。そして駅構造としては現在は1面2線の島式ホームを持つのみとなっておりますが、東海道本線時代は2面4線の構造の駅だったそうです。御殿場線は313系の2両編成、3両編成、4両編成の列車が行き来する路線ですが、駅のホームは東海道本線時代からのものを継承しており、とてもホームの有効長は長いです。このホームの長さというのがかつては東海道本線だったということを伝えていますよね。そしてホームから移動してきまして、こちらが改札です。現在は無人駅となっており、窓口らしき跡が残っている程度です。人がおらず静かな時間が流れています。そして駅前はこんな感じです。駅すぐにはロータリーがあり、ここからは富士急バスの新松田駅行きや山北町の循環バスなどが発着しております。駅前の建物を見てみるとうまく表現はできませんが、昔からあるであろうレトロな建物が多いですよね。特にこのグレーの建物なんてとても古そうですね。そして改札のある場所から反対側に移ってきました。今私がいるのは歩道なのですが、そこからかつてのホームの名残が見えるんですよね。一番手前の線路を追っていくとすぐに車止めになっていますが、その先にもホームっぽいものが続いていますよね。おそらくこれ、まあ右側は歩道と道路になってしまっていますが、これが2面4線時代だった頃のもう一つの島式ホームなのではないでしょうか。そして東海道本線時代の名残の極めつけがこちらです。山北駅から少し歩いたところにある公園にこんなものが置かれています。そう、 D52 です。この D52 型70号機は実際に御殿場線で使用されていた SL であり、生体保存されています。2016年にはこの車両を動体化させる山北町の奇跡の復活事業の一環として試運転が行われました。そう、この D52 は動くんですよね。町は新たな観光資源として SL の動体化を進めており、この取り組みが国の地方創生に認められ、最終的には御殿場線への復帰も視野に入れているそうです。いずれは上越線などのように SL が引く観光列車が御殿場線を走るかもしれませんね。そして D52 の隣に置かれているのが山北機関区跡と書かれた石碑です。
東京鉄道局新橋管理部山北機関区跡。この D52 とこのプレートによりこの場所にかつては機関区があったということを再認識できます。そしてその隣にはなんだかわかりませんが鉄道院明治44年と書かれたものがあります。これはおそらく当時からのものだと思います。そして他には何やら文章が書かれている石碑と、そしてすごいものがこちら、ディーゼルカー運転開始記念碑。そしてその横にはおそらく D52 のものであろう動輪があります。ここまでで見てきた旧東海道本線時代の伏線の名残や山北駅のホームの長さ、かつてのホームの名残、駅前のレトロな建物たち、そして山北鉄道公園に保存されている D52 と山北機関区跡の標識、まあ、これらからこの山北駅はかつての東海道本線の交通の要所であったことを垣間見ることができますね。現在は1時間に1本程度の運行となっている御殿場線、かつての東海道本線の活気は失われつつあり、鉄道の街として大いに賑わっていた山北駅周辺も今は静かな時間が流れています。しかしかつての栄光というのは失われることはなく残り続けることでしょうし、さらに D52 の復活が実現すれば再度鉄道の街として復活するのではないでしょうかね。何やら D52 は自分が走っていた路線で現在活躍する後輩の313系を見守りつつ、線路の横でひっそりと自分の復活の時が来るのを待っている、そんな気がしてきました。ということで本日の動画はここまでとなりますが、いかがでしたでしょうか。良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。